ふう。で、今日筋トレしてきて、今日はね、胸と腕やってきたんですけど、やっぱいいね、最高にパンプしたわ。めっちゃいい、めっちゃいい感じ。ってことで、今日もね、引き続き食べていこうと思います。何食べるかっていうと、これ、冷凍うどん5玉、めっちゃ多い、めっちゃ多い。おー、こぼれたこぼれた。後で拭きます、後でな。これ、5玉、もうこれ傾けられないんですけど、あとは鶏胸肉、やっぱタンパク質大事ってことで食べていきます。でね、いつもと俺違うことだい。え、何、え、かっこいいって、新しい髪型かっこいいって。ありがとう、知ってる。待ってのは冗談で、髪切ってきたんすよ。でね、俺ね、直毛やからだいたいショートとかはあんま似合わないんですけど、まあ似合うかわかんないですけど、似合うかわからないってなんですけど、今日行った美容室さんの方がね、うまいことやってくれやって、めっちゃかっこよくなったんすよ。すごいでしょ、めっちゃかっこよくなったでしょ。夏仕様ってことでね。え、なになになに、かっこいいけどもうちょい痩せた方がいいよって。ありがとう、それも知ってる。まあ減量どこ行ったって感じなんですけど、まあね、こうやって食べていこうと思います。まあ、そこまで大食いじゃないからね、5玉って。カロリー的にしたらまあ1300ぐらいいくけど、うん、まあいけるしってことで、全然許容範囲ってことで食べていきます。で、今日はこれめんつゆね。これも傾けられへんけど、その美容師さんね、もうすごいんよ。めっちゃうまいわ。だって俺こんなショートでこんなかっこよくなったこと人生で初めてやもん。大体突っ張りみたいになるんですよ、直毛で。俺みたいなやつは突っ張りって、こう相撲のやつちゃうよ、あの突っ張りピンピンピンの、うん、元気やからね、年中元気やから。こっちがメンタル下がっててもいつまでもうすごい元気やから。まあいいや、早く食べてこう。ほんま美容師さんすごいわ。また行こう。で、ほんま筋トレ後何食べたいっていうとね、まあいろいろ考えたんですけど、やっぱり今日はうどんやなってことで、うどん食べていきます。冷凍うどんやと安いからね。うん、これだよこれ、うん、めっちゃうまい。うん、舌噛んだ。じゃあ鶏胸いただきます。鶏胸、これは炊飯器でスチームにしたやつです。うん、うまい。うどんってうまいな、最高やわ。でね、今日胸と腕やったんですけど、もう胸トレもね、ほぼ腕に効く、うん、おかしいよね、腕に効くやもん。でもほんまにそれで満足してるから、自分はどないやとね。でもやっぱり調子いいわ、面白い、器具使った腕トレは。うん、ここまで張るっていうぐらい張るんですよ。もう曲げれへんくなるぐらい。それかもう快感でたまらん。で、今日のお供はじゃん、透明なやつ。うまい。うん、やっぱトレゴの飯って最高やな。これが一番幸せや、今。
うまい。なんか全部腕にいってる気がする。胸じゃなくてな。うまい。やっぱりお金がない貯まったら丸亀とかの大食いしてみたいですよね。丸亀を、丸亀のうどんを全種類食べてみたいみたいな。絶対伸びるっしょ。しかも俺丸亀のうどんめっちゃ好きやから。でね、丸亀あるあるなんやけど、分かる人は分かると思う。丸亀行ったら服にめっちゃ匂いつきません？俺だけかな。めっちゃ匂いつくんすよ。うん、だからデートには行けへんけど、やろうと飯に行くやったらもう丸亀が最高。でも5玉多いよこれ。多い。うん、ちょっと鰹節追加してきます。じゃあラスト一口いただきます。でごめん、鶏肉はこれ明日食べるわ。明日ちょっと量多い。胸肉も大事な筋肉の栄養なんでね、ゆっくり食べます明日。ごめんな、これは絶対無駄にせんから。食材は、食べ物は約束しますから。ごちそうさまでした。てな感じでコタンは食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。うん、まあ案外余裕っすね。5玉ぐらいやったら。うん、パスタの方がしんどいかもしれない。麺余計吸うから水分を。うん、てな感じでここからまあ筋トレガンガンしてね、まあたまにこうやって食べて、もう俺はもうやばいけど、うん、あとは節制我慢して、でまた美味しいもの食べるっていう感じで、うん、まあ、最高っすよね、それ。それで筋肉どんどんつけていきたいと思います。じゃあよかったら高評価とあとチャンネル登録お願いします。バイバイ。